はい、どうも、こんにちは、カイキングです。今回は、ツイッターに固定ツイートで、なんか、ツイッターのアプリで、なんか、質問箱っていうアプリがあるんですけど、まあ、そちらに、まあ、リスナーさんに、まあ、僕に対する質問を、なんか、たくさん書いてもらって、まあ、そちらを答えていくっていう動画です。では、いきます！ドン！一つ目、カイキングとして最初にした謝罪は何ですか？最初にした謝罪は確か第4回か。第4回 CR カップで、クンさんが、前回優勝チームみたいな名前で CR カップ出たけど、確か最下位で負けちゃった時に、その時になんかこのままクンさんがすごい落ち込んでたから、やべ、元気づけなきゃと思って、もともとなんか俺頭を坊主にする予定があったんだけど、クンさんのために頭を丸めたってして、頭を丸めましたって謝罪したのが多分最初です。はい。彼女さんに好きって伝えて。ドナメちゃん、好き。はい。結婚する予定はありますか？結婚か、ぶっちゃけなんか結婚、まあ別にしてもいいし、しなくてもいいんだよな。なんか別にドナメちゃんも別にめちゃくちゃしたいってわけでもないし、別、どうでもよくない？なんか。あ、だけど結婚したらなんかさ、お金の税金関係が楽になるって西村博之が言ってたから、結婚してもいいかも。なんか税金関係で苦しくなったら多分結婚するかも。あなたは神を信じますか？信じません。どんな経緯で解禁ポーズが生まれたんですか？どんな経緯で、それはね、1年前かな？ 1 年前ぐらいに確か俺、ピエンの動画を上げてたんだ。確か、ピエンっていうホラーゲームの動画を上げてたんだけど、その時になんか俺、その動画のサムネイルにめちゃくちゃ悩んで、どうしようかな、どうしようかなって悩んでたんだけど、思いつかなくて、なんかその時、その後なんか悩みすぎて昼寝しちゃって、で、昼寝から目覚めて、うわ、やべえ、サムネなんとかしなきゃって考えた時に、とりあえずこんな感じのポーズ取ってやってみようってやったのがあれ最初のカイキングポーズかな。であれをずっとやり続けたら結局なんか気づいたらカイキングポーズって言ってなんかめちゃくちゃ流行りました。宗教は何ですか？基本的に無宗教なんだけど、俺の父ちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんの家がなんかお寺持ってて、そこがなんか浄土真宗のなんちゃらかんちゃらみたいな宗教があったから、そういう風な言い方をするとなんか多分仏教のなんかわかんない、なんか浄土真宗のよくわからん宗教。カイキングさんはなんでイケメンなんですか？あと一番好きなお酒を教えてください。カイキングさんはね、俺の母ちゃんが確か首の骨が1本多くて、その影響を受けて俺も首の骨が1本多いんよ。だからイケメンなんだよ。で、一番好きなお酒は、最近俺あんまお酒好きじゃないけど、強いて言うならビールかな。あれかな、銀色のやつかも。あとあれかな、コークハイとか好きかな。ビールかコークハイって感じ。コークハイはなんか二日酔いしないからなかなかおすすめかも。どうしてこのコロナ渦で飲み会をしてたんですか？みんなが外出などの自粛をしている中、あなたたち YouTuber が飲み会をしていることに怒りを覚えています。YouTube 活動を自粛してください。コムトットさん。この度、私、コムトットは、皆さんが自粛の中、飲み会を開いてしまい、この通り、頭を丸めて謝罪をさせていただきます。この度は本当に申し訳ございませんでした。次、カイちゃんとオフ会したいです。俺多分基本的に多分リスナーと多分オフ会とか多分しないと思う。なんか普通にトラブル起きそうだからな。なんか参加税とかそういうクンさんととかそういうのじゃなかったら多分オフ会はないかな。多分これから先多分大きくなっても多分そういうことは絶対多分しないと思う。絶対トラブルもんなんかリスナーとオフ会とか言うのはなんかめんどくさいしな。あと相談です。営業に配属されたのですが、人の目を見て話せません。どうすれば目を見て話せるようになりますか？助けてください。お前絶対童貞だろ。お前今すぐ風俗行って童貞捨ててこい。そしたら多分人の目見て話せるようになると思うよ。以上。次、就職しますか？いや、まだ正社員とかはなるつもりないけど、なんか近々アルバイトが決まる予定で、ってか決まったんだけど、今日なんか朝電話かかってきて、それがなんか朝7時から朝10時ぐらいまでのバイトで、なんか掃除の、お掃除するアルバイトがあって、それをします。で、それをやった後、それで、その仕事がなんか安定してきたら、ダブルワークしようかなと思ってます。だから、その掃除のアルバイトを朝7時から朝10時までして、で、昼から夕方にかけてなんか他のアルバイトしようかなと思ってます。好きなビールの絵柄は何？好きなビールの絵柄はね、なんか20歳になったばっかりの時は、プレミアムモルツが好きだったけど、最近はマジで、あれかも、アサヒスーパードライしか勝たん。アサヒスーパードライ！
ジャムおじさんがジャムを持参。はい、次。ドダメちゃんと結婚する予定はありますか？あと、もし結婚したら52回とやめますか？あ、まあ、さっきもこれ最初の方答えたと思うけど、結婚する予定は特にないし、まあ、だけど、税金逃れで結婚するかも。で、それで50人カートを辞めることはまずない。まあ、俺が50人カートを辞めるときは多分、普通に情報漏洩版とか多分、そういう版コースでしかないかな。それ以外で多分、50人カートを辞めることがなんか考えられないし、なんか、辞めた先何すればいいのか、なんか自分でいまいちわからない。まあ、クンさんが50人カートクラット辞めたら、そら、終わるから辞めるけどさ。それぐらいかな。クンさん以外の人が50人カートやるみたいな、引き継ぐみたいなことやったら、やるんだったら絶対俺はついていかないし、クンさん以外には。まあ、ないかな。バン以外はありえないかな。50人カートに行ってない時期があったんですけど、なんでですか？詳しくは確かクンさんが動画上げてくれてたけど、詳しくはここ、ポン。で、上げてたけど、なんだったかな？頭悪すぎバンみたいな。頭悪すぎるから、なんか、もうしばらく50人カート参加しちゃダメみたいな。な感じの処遇を受けてました。詳しく言うと、まあ、動画見てくれたらわかります。そのくんさんの動画、まあ、概要欄とかに貼っとくわ。名前の由来はね、俺の兄貴に、まあ、じゃあゆうきっていう名前のお兄ちゃんがいて、で俺かいきなんだけど、下の名前がいるんだけど、その幼稚園生の時にユーキング帝国カイキング帝国みたいな、なんか兄貴と国遊びみたいな、国取り合戦みたいな遊びをしてて、そこから取ってカイキングって名前をずっと使ってます。一番仲のいい参加勢は、最近来てないけど、チタンとかトラクロとか、かなぁ。仲いい参加勢は。まあ、チタンとかトラクロとかな、参加してくれたらいいけど、全然来ないからかな、来ないかな。参加してる参加勢で仲いい方なのは、個人的に仲いいと思ってるのは、ワドルドとか、あとロゼピンとか、かな。多分それぐらいかな。血液型は何ですか？クワ型。謝罪して、本当に本当に申し訳ございません。本当に申し訳ございません。スイコール配信なんで最近してないんですか？そんなのカイキングさんがコムショウだからに決まってるだろ。もう言うまでもないわ。カイキングさんは52型と参加勢の中でも友達が少ないぐらいとコムショウなんだから。人と喋るのは苦手です。まあ、だけど今度なんか暇あったらなんかツイコールでなんか動画撮ろうかなと思ってます。また多分配信で気まぐれでやるかも。だいたい12時から4時ぐらいまで配信してるんで、よかったら配信見に来てね！イエイ！カイキングって大人なの？見た感じめっちゃ大学生っぽいけど。てかカイキングさん今22歳だから大学4年生の年齢だから、多分大学生っぽいっていうのはま、それはその年齢だから当たり前じゃないですか？人生において大切にしてる価値観とかありますか？今を楽しむかな。まあ、今を楽しむのと楽しくないことはしないかな。基本的に楽しいことしかしたくないから、楽しいことしかしない。まあ、多少我慢するときあるけど、基本的に楽しいことをメインにやるかな。カイキングさん歌ってみたら撮らないんですか？いや、一本撮ったよ。中退した大学で、中退した大阪工業大学の前で粉雪歌うやつ。粉雪ね、心まで白く、染められたなら、ああ、二人の気持ちを分け合うことはできたのかい。ああ、バイトしたいけど面接が怖すぎて勇気が出ません。ああ、俺バイトの面接はね、基本的に俺面接官見下してるよ。なんかそれってあれでしょ、多分面接官が偉い人だと思ってるから緊張しちゃうんだよ。俺いつも面接官の時は、面接するときは、相手よりも俺の方が偉いと思ってるもん。で、俺の方が Twitter のフォロワー数も多いし、俺の方が YouTube のチャンネル登録者数も多いから、こいつよりも俺偉いと思って、若干、いや、もちろん表面は、はい、この度は、ありがとうございます。面接ありがとうございました。ペコペコみたいな、ペコペコするけど、心の中では、俺の方が Twitter のフォロワー数も、チャンネル登録者数も偉いし、ネットでは俺の方が偉いから、つって、バカにすると、面接はめちゃくちゃやりやすい。DM はあまり見てない感じですか？ DM 送っても反応がなくて寂しいです。DM 送ってくんな。普通に迷惑。見てない。基本。眠気を覚ます方法を教えてください。眠気を覚ます方法は、俺はなんか緑茶飲む。なんかね、噂では日本人はね、なんかコーヒーとか、そういうエナジードリンクなんか飲むよりも、緑茶飲んだ方が、なんかカフェインが効きやすいらしい。日本人の体は。だから俺は、緑茶飲んでるかな。
緑茶飲むと結構目が覚めるからおすすめかも。彼氏に迷惑かけて気を使わせたことが原因でますますバッと入りました。自分の気の取り直し方をご教授くださいませ。怪奇先生、なんか彼氏と彼女とか気を使わせてなんぼじゃない、なんかわかんないけど、そんなもんじゃない。だけどそれぐらいの息じゃないと多分長続きしなそうな気もするし、まあ気にしてんだったらなんか彼氏になんか手料理とか作ったら、なんかそしたら多分彼氏喜んでくれるしさ、多分それでいいんじゃない。この前気使わせてごめんね、手料理作ってきたよ、はいみたいな感じで多分手料理作ったら多分彼氏も多分喜んでくれるんじゃない。おー、なんかちゃんと質問箱、ちゃんとなんか質問らしいことを返したぞ。俺天才かも。謝罪の神になる覚悟の準備はできてるか。何を言ってるんだお前。もう俺は生まれ持って神になってるし、準備をするのはお前の方じゃないのか。次、好きな配信者は誰ですか。好きな配信者、動画は俺くんさんが好きだけど、好きな配信者はあのデトネーターの釈迦さんって人かな。釈迦さんっていうあの人がすごいトークが面白いかな。あと加納英子さん、あとは加藤純一さん、他誰いるかなぐらいかな。好きな配信者はその中でも俺釈迦さんが多分一番好きかな。あの人のトークが一番見てて面白い。なんか落ち着いた大人の雰囲気ですごい面白いかな。星座何？金だけに。3兆円もらったら何したい？3兆円恵まれない貧しいアフリカの子供たちに寄付します。てな感じかな。だいたい質問動画だいたい終わったかな。質問返し終わったかな。答えれるものはてな感じで、また1ヶ月後かな、2ヶ月後とかにまた質問動画とか、質問また募集して質問動画撮るんで、またよかったら、質問あったら、なんかツイッターの固定ツイートに多分貼ってあるんで、そこに質問箱に質問してください。ということで、ジジイ、バイバイ。こなー雪ね、心まで白く染められたなら、あー、2人の、気持ちを分け合うことはできたのかい？ああ。